ビクトリア・キャロライン・ベッカムはイングランドのバックダンサー、ファッションデザイナー、女優、実業家である。1990年代を代表するアイドルグループであるスパイス・ガールズの元メンバーで、愛称はポッシュ・スパイスだった。身長163センチメートル。夫はサッカー選手のデビット・ベッカムで、3人の息子と1人の娘がいる。イングランド。 エセックス州のプリンセスアレクサンドラ病院で生まれ、高級住宅地であるハートフォードシャーで育った。父アンソニーは電子工学の技術者で裕福な家庭であった。しばしば高校へロールスロイスで送り迎えしてもらっていたが、他の生徒から当惑されたため学校の近くで降ろさないように頼んでいったこともあった。また学校では浮いた存在でいじめを受けたという。 友達なんか一人もいなかったとインタビューで答えている。そんな中、ミュージカルフェームを見た時に感動し、有名になりたいと考えるようになる。その夢を応援しようと、両親はすぐに彼女をジェイソンシアタースクールに入学させた。17歳からサリー州のレーンアーツシアターカレッジに通い、ダンスやモデリングを学んでいたところ、雑誌で見たオーディションに合格し、 ポッシュ・スパイスの名前でスパイス・ガールズの一員としてデビューする。スパイス・ガールズのツアーで1996年にデビューしたスパイス・ガールズは最初のアルバムスパイスが世界中で大ヒットしたイギリスの人気アイドルグループ。ビクトリアはメンバーの中ではソロで歌うパートがほとんどなく歌唱力よりもスタイルの良さが売りだった。ポッシュという相性通り。 ミュージックビデオやインタビューでも笑顔を見せず、口数も少なかった。映画、スパイス・ザ・ムービーの中では、不機嫌な表情で、メンバーのエマのファッションを、イライラすると発言していた。また、仲が良かったゼリリ・ハリウェルがメンバーを脱退すると、口もきかないほど険悪な関係になり、ベッカムとの結婚式にも招待しなかった。2001年、ソロデビューアルバム、ビクトリア・ベカムを発表。 スパイスの中で最後に単独活動に入った。その後2枚目のアルバムのレコーディングも終わっていたが、本人はアーバンな R&B を希望したものの、ポップス寄りの作品に満足できず、発表が見送られた。その後、別のプロデューサーでアルバムの制作に取り組むが、レコード会社とのトラブルなどで発売されなかった。スパイスのメンバーの中でユ一インスソロとして、前衛ナンバーワンヒットがない。 現在はファッション関連に専念したいとの意向で音楽活動は行わない方向とのことである。2007年6月にスパイスガールズの再結成を発表。ビクトリアはメンバーの中で一番再結成には意欲的だった。ビクトリアは日本ツアーを強く希望したがスケジュールが合わずにアジア公演は見送られた。2012年8月ロンドンオリンピック閉会式にて スパイスガールズとして、一世の再結成パフォーマンスを行った。当初ビクトリアは育児に忙しく、またファッションデザイナーとして成功し始めており、ポップスターのイメージを払拭したい意図があり、この再結成には難色を示していた。しかし他の4人が彼女、抜きでも再結成をする意向であったため、急遽彼女も参加を決意、最終的にはパフォーマンスは成功し、評価も高かった。 2016年、ジェリ・ハリウェル、メル・ビー、エマ・バントンが、スパイス・ガールズ結成20周年を祝い、ジェムとして3人で新曲を準備している旨を発表した。この時の再結成では、ビクトリアは4人の子育てに、忙しく、デザイナーとしての仕事が忙しいとの理由で不参加を表明した。1999年スパイス・ガールズの解散後、ビクトリアは、歌手としてよりもファッションアイコン。 ファッショニスタとしての活動に比重を移す。2000年にはロンドンファッションウィークでモデルを務め、2003年にはドルチェガッバーナのイギリス大使に任命された。また2004年に自身のブランド VB ロックスを設立。ジーンズが評判になり大きな利益を上げた。2006年にはミラノファッションウィークでロベルトカバリーのランウェイを歩いた。 マーク・ジェイコブスの2008年春夏コレクションではキャンペーンモデルを務めた。日本では 2002FIFA ワールドカップのベッカムフィーバー後、女性向けのファッション誌やテレビのワイドショーなどがセレブリティとして取り上げて人気となる。2003年、日本でエステティック TBC のテレビ CM に夫婦で出演。2006年10月、日本のファッションブランドサマンサタバサの キャンペーンモデルとなり、バッグやジュエリーなどのプロデュースに参加した。しかし、ビクトリアのファッションを否定する意見もあり、2007年のミスター・ブラックウェルが選ぶ女性ワーストドレッサーでは、第1位に選ばれた。ビクトリアは不機嫌な顔で、次々と喫歯なタイトのミニスカートで登場し、ミニスカートを台無しにするという理由であった。2011年よりファッションデザイナーとして、 頭角を表し、キャメロン・ディアスやオプラ・ウィン・フリーなど、ハリウッドセレブからも絶賛される。11月には、ブリティッシュ・ファッション・アウォードにて、デザイナー・オブ・ザ・イヤーに選出される。1997年に、サッカーのチャリティーマッチで、後の夫となるデビッド・ベッカムと出会い、その日に、ベッカムにデートを申し込まれたという。当時のことについてビクトリアは後に、正直言って、 彼のこと全然知らなかったの。サッカーに全然詳しくなかったんだものと話している。しかしカップルは順調に愛を育み翌年の1998年に婚約を発表。人気絶頂だったスパイスガールズの一員と名門マンチェスターユナイテッド FC の貴公子のロマンスはタブロイドを騒がせることとなる。1999年7月に アイルランドダブリンにある古城ラトラルツタウンキャッスルで結婚式を挙げた。式では夫の親友であり同僚であるガリー・ネービルが海蔵人を務め同年3月にすでに生まれていた長男のブルックリンがリングボーイを務めた。夫のデビッド・ベッカムとの間にブルックリン、ロメオ、クルーズ、ハーパーセブンという3人の息子と1人の娘に恵まれた。彼らのファーザーは エルトン・ジョンでゴッドマザーはエリザベス・ハーレーである。2016年、三男のクルーズがジャスティン・ビーバーなどのマネージャーであるスクーター・ブラウンとマネジメント契約を結び、オフィシャルインスタグラムを開設。If Every Day Was Christmas で歌手デビューを果たす。2009年11月、カートゥーン・ネットワークが未来のイギリスのトップセレブのランキングを発表し、 ベッカム夫妻の息子のクルーズの20年後の推定、総資産額が3億4100万ポンドで2位、ブルックリンの20年後の推定総資産額が2億5100万ポンドで8位、ロミオの20年後の推定総資産額が2億7100万ポンドで7位にランクインした。このランキングは、セレブの子供たちの20年後の総資産額を推定して作られたもので、スター性。 推定相続額才能、カメラ好き、と、小ビジネス性などのいくつかのカテゴリーの総合で順位が決まる。クルーズが10歳の兄ブルックリンと7歳の兄、ロミオを抜いて第2位にランクインした理由は、母親のコンサートで踊っている姿が目撃されているからだという。2009年11月、デイリーミラー紙によると、夫。 デビット・ベッカムへのちょっと早いクリスマスプレゼントとして2匹のポットベリー豚を1400ポンドで購入したという。関係者は億万長者で何でも持っているサッカーのスーパースターに何を買えばいいのか。デビットの場合は可愛い小豚だったようだ。ビクトリアが小豚たちに一目惚れし、デビットにぴったりのプレゼントを見つけたと思ったらしいと語っている。2010年1月。 デイリースター氏によると、イタリアのミラノで買い物をして50万ポンドを使ったという。ビクトリアが購入したものは、ドルチアガッパーナの靴を20足、ベルサーチのサングラスを12本、40万ポンドのロレックスの時計などで、ビクトリアはインタビューに使いすぎちゃったわ。ショッピングは麻薬のよう。やればやれるほど欲しくなるわ。ミラノに来ると我慢できないの。 美しいブティックが、来て、私を買って。来て、私を買ってって呼んでいるのよ。まあ、経済にも貢献できるしね、とコメントしている。ジョルジオ・アルマーニ、ドメニコ・ドルチェ、ステファノ・ガッパーナなどビクトリアの友人のデザイナーたちは、彼女がファンなどに邪魔されずに買い物ができるように店を貸し切りにして対応したという。年月、A サンデタイムズがお金持ちリストを発表し、 ベッカム夫妻が総資産1億6500万ポンドで1位になった。ビクトリアの昨年の収入は約2000万ポンドで、ビクトリアのファッションブランドからの収入が大きかったが、最近になって彼女はハンドバッグのラインを加えただけでなく、レンジローバーとも高額な契約をしたという。さらに夫のデビットも、ロサンゼルスギャラクシーから2年間で5600万ポンドの 契約を結んでいるほか、2012年のロンドンオリンピックでサムスンのブランド大使を務める契約をしているという。2011年8月、経済誌フォーブス氏が世界で最もリッチなセレブのカップルのランキングを発表し、2010年の世帯年収が4400万ドルで4位にランクインした。ワン、ジュリア、ビクトリア、ベカム、 people, 2012年7月21日へ閲覧。バーバラ、エレン、watch this spice.theguardian,http://arts.guardian.co.uk/.features/.stories/.rea, 1076,151-00,html2007 年12月20日へ閲覧。just an ordinary couple, bbcnews, 2007年12月25日、閲覧。ワナビー、ハロー、2 0 0 7年12月21日、閲覧。トロンベタ、ナタリー、ビクトリア・ウェカム。スピルズ・ベッド・ルーム・シークレッツ・イン・ハーモーストリビー・リング、インタビュー・イエット。デイリー・メール。2007年12月21日、閲覧。ハーマン、ジェームズ・パトリック、ビクトリア・ウェカム。エスギルティ・プレジャーズ。CNN.com。 2007年12月25日閲覧。スパイスガールズ復活祭。だけど、日本公演は幻に。スポーツ放置。http 放置。読売 COJP。フィジャー。エンターテインメント。ミュージック。ニュース。2007万1204オート 1T00055。htm2008 年9月28日閲覧。マーク・ジェイコブスレーテストルック。ポッシュ。 ニュージーランドヘラルド2007年12月19日、閲覧。ビクトリア、ポッシュ・スパイス、ベカム・トップス・ミスター・ブラックウェル、エス・アニアル・ワースト、ドレス・ドリスト、ハット・ロバーツ、アリソン、デビッド・ビクトリア・ベカム、キャンゼー・メンド・イット・ライク・ベカムズ。ザ・イン・ディペンデント2007年12月21日、閲覧。アメリカン・アイドルズ、W マガジン2009年2月14日時点の オリジナルよりアーカイブ。2009年2月23日閲覧。デビットビクトリア・タイザノット。BBC ニュース。2007年12月19日閲覧。ベッカムズ・カミング・ツー・アメリカ。フォックスニュース。2007年12月19日閲覧。プク・サリー・ポッシュ。スパイス・ギブス・バース・ツー・ベビー・ボーイ・コールド・ブルックリン。 The Daily Telegraph 2007年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年12月19日閲覧 Possibilities vs 2nd 3 BBC News 2007年12月19日閲覧 Beckham's Celebrate vs of Cruise BBC News 2007年12月19日閲覧 Beckham's Host Glitzy ChristeningBBC News 2004年12月21日、閲覧。ベッカムの11歳息子が、歌手デビュー。シネマトゥゲー。http://www.cinematoday.jp ページスラッシュ n00881082016 年12月7日閲覧。ビクトリア・ベッカムは、マルクスの同志の子孫イコール独学者。 朝日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝日 .com スラッシュ小ビズスラッシュ enews スラッシュ rtr 二零零八零八零五零一零7など html 二零零八年九月二十八日閲覧。ジュノンついに LA へ上陸。ベッカム夫妻がすごいんです。ビリーナ二千八年九月二十八日閲覧。 ウィーベッカムの米中番組、新聞では、厳しい評価。ロイター。h t t p j p ロイター e r c o m アーティクル、エンターテインメントニューズ、エジプトジャポンマイナス -26 兆9256億2 7万7182008年9月28日、閲覧。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページ0 0 2 0 9 <rua> 2 6 h t t p w w w c i n e m a t o d a y j p スラッシュページ0 0 2 0 6 2 6 h t t p w w w c i n e m a t o d a y j p p スラッシュページスラッシュ n0021751 デビットとビクトリアベッカムの総資産は約217億8000万円。シネマトゲー。http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n00321332011 年5月7日閲覧。 http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n0034803 ありがとうございます。